まりました。ブラシの前のビーチレディオ第3回となります、このラジオのテーマ、ここ日本で活躍するゲストの方をお呼びして、皆様にとってですね、平和で健やかな毎日を送るための情報をお伝えしてまいります。本日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。では皆さん、BAGC の代表理事を務めております、黒崎史郎さんと専務理事を務めていらっしゃいます若林啓太さん、本日もどうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。いつもありがとうございます。ありがとうございます。ではですね、前回引き続きまして、こちら の, PAGC のことをちょっと深掘りさせていただきたいなと思っているんですけれども、さらに深く深くですね。はい、お願いします。そして今日はですね、素晴らしいゲストの方もお見えになっているということで、ありがとうございます。あとでまたね、ゲストについても触れていきたいなと思うんですけれども、今日もですね、この番組しかまだ見てない方もいらっしゃると思いますので、ぜひPAGC とは何なのかっていうのをですね、ちょっとホームページを流していただきながらご説明いただきたいなと思うんですけれども、ぜひ、させてください。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。はい、ですね、これはですね、私がですね、ずいぶん前、もう10年ぐらい前からですね、ジュニアゴルファー育成をやりたいという思いからですね、ひょんなことから今レギュラーツアーで活躍している、有名選手がいるんですけども、この子がまだ中学生ぐらいの時ですかね、出会いがありまして、この子のサポートをしたいなっていうところからまず始まりました。で、一人のその女の子の、ゴルフウェアですとか、ゴルフの、好きなゴルフ場に回りたいという、足長おじさん的なことを最初はやっていたんですね。そしたら、彼女には妹さんがおり、その妹さんのケアもしたりとかしながら、そしたらだんだん1人が2人、2人が3人というふうになってきたんですね。で、そうするとなかなか1人では、その3人、4人と増えていく子どもたちの、面倒を見きれないというところになったので、私が A4 の紙にですね、自分の思いを、子どもたちへの思いをつらつら貫いて書きました。で、横にいる専務理事の若林さんに見ていただいたら、これすげえじゃんっていう話から始まった物語でございます。若林さん、お願いします。その紙を見てですね、じゃあ、もうちょっとちゃんと、組織的にというかですね、形を作ってやりましょうという話をして、それが約2年、もうすぐ3年になるのかな。はい、それでその、形を作ったのがこの一般社団法人プロアマゴルフキャリア支援協会 PAGC という形にしました。で、形にして、いろんなやり方はあるんですけど、まずその、ジュニア、対象はね、ジュニア、小中高のような、ジュニアゴルファーと、それから、高校も卒業してこのあとプロテストを受けてプロになりたいという、僕らで呼ぶとネクストプレイヤーって呼ぶんですけど、そういう若手の次世代の方たちを支援すると。で、支援の形は、一般の方たちにサポート会員という形で、月額という形でサポート費用をいただいて、運営するのと、後でもうちょっと話したいんですが、企業スポンサーさんみたいな形で募って、で、そういった資金をもとにいろんな形で支援をしていくという形です。一般の方もこのジュニアプロたちと、一緒にゴルフができるっていうことなんですか？そうですね、PAGC 自体が、もちろんその支援している、ジュニアの子たち、それから、ネクストの子たち、それからそれにまた協力していただいているプロゴルファーの方たちもいるわけですね。で、その、方たちと、一般の、サポート会員とか一般の方とのイベントとか、そういうのもやっていて、で、そこで一緒にゴルフができたり、レッスンを受けられたりということをやっています。そうなんです。これね、ジュニアだけではなくて、実は僕、プロゴルファーのキャディさんを少しやってたことがあるんですね。ツアーキャディと言われる、っていうことが、そうなんですよ。実は何試合か担いだことがありまして、で、ツアーキャディでやってたんですけど、そのレギュラーの試合と言われる、要は一軍の試合ですね、そこに出れる選手はスポンサーがたくさんついたり、試合で実績を上げるので練習環境も良かったりなんですけど、じゃあ二軍の試合に出れるとか、または試合に出れない人たち、または当然今のジュニアの子たちがどんどんスキルアップしてって、プロの世界に来た時に当然押し出されるプロの選手もいるんですね。で、この選手たちがゴルフしかしたことがない人たちが結構いて、社会的常識もわからない子たちも中にはいるんですね。で、この子たちがですね、非常にいつも頑張ってるのに、
その先、うん、何していいかわからないっていう状況があったので、うん、じゃあこの子たちを何か救ってあげたいっていうセカンドキャリアも応援してあげたいなという意味で、うん、まあこの人たちプロなのでプロのライセンスを生かした、セカンドキャリアという意味で、一般のビジネスの方たちとのつなぎをしながら、うん、レッスンをオンラインレッスンだったりとかをしながら、うん、そこの一部の基金をジュニア育成に回ることにより、うん、プロもジュニア育成をやる、一般の方たちもジュニア育成をやるっていう、三方よしの内容をちょっと考えてみてやってみました。素晴らしいですね。はい、はい、これ僕一人じゃ無理だなと思ったんで、はい、ちょっと若林さんにコンサルなんで、あ素晴らしい僕の頭だけでは無理なんで、ちょっとお願いしちゃった次第ですね。はい、うん、思ったのが一般の方が、うん、まあ、ジュニアプロから習わせていただくっていうのもいいなっていう視点はあったんですけれども、うんうんうん、まあ、セカンドキャリア、まあ、どんなスポーツ選手でも、うん、まあ、今問題いろいろねなってると思うんですが、やっぱりプロゴルファーになった後に、うん、そういったまあ経営者との接点を持つっていう、うん、そういった視点もあったんだっていうことが、うん、また今日 ね、分かったの で、また発見であったなと、はい、素晴らしいですね、はい、もっともっと広めていきたいです ね、本当ね、一生懸命子どもの頃から、まあ、ジュニアの子もそうですし、うん、今のプロもそうですけど、頑張って頑張ってみんなが遊んでる中を頑張ってやってきて、うん、プロのライセンスを握って試合に出てきてるんですけど、うん、やっぱりどんどん若い選手が来ると押し出されてしまう、うん、そうすると何やっていいかわからないんですよね、うん、それは僕らはまあ会社を一応大なり小なり経営している人間がおりますので、その人たちがこううまく支えてあげるというビジネスとしてのアドバイスをあげるっていうのは、うん、必要なのかなと思ってこういう会をちょっと作りました。はい、素晴らしいです。はい、はい、ですよ、ありがとうございます、はい、ではぜひ動画の方ご覧ください。はい、お願いします。新世代に向けて、うん、今ちょうどねまた新しいことをスタートされたということなんですけれども、うん、よかったら若林圭太さん、はい、ぜひ。そうですね、まあここで約丸2年から3年経っていろんなことが分かってきて、うん、で、まあ、ジュニアをこう育てた方がいいよねとか、こんなことやった方がいいよねっていうことを、うん、まあ、いろいろやってきたわけですけど、まあ、もっともっとこれからちょっと力を入れてやっていきたいことがあって、で、やっぱりジュニアがこう練習をするのにもっともっと練習環境、まあ、ゴルフ場だったり練習場だったり、それから、合宿だったり、まあ、そういったこうものをもっともっと充実させていきたいなっていうふうに思っていて、でもちろんそのためにはまあ必要なね、お金も必要ですし環境も必要なんで、でそういう中で少しそのイベントごと、例えば今まではジュニアと経営者だけが回る、そういう、まあ、イベントはやってきたんですけど、もう少しプロアマみたいな形でプロと一緒にラウンドをもうちょっとするイベントだとか、まあそういったイベントごとを増やすことと、それからまあそれに伴って企業のまあ経営者の方とかに参加いただいて、でもう少しあの企業スポンサーさんをちょっと募って企業の方にこうちょっと後押しをしていただきたいなと。でまあいずれはそういう子たちが育った時にスポンス、いわゆるその選手の
スポンサーとして、こうマッチングっていうこともできるんですけど、まずはそういったあの企業の方たちに、ぜひ応援をしていただきたいということで、私以外にもとあの黒崎以外にも理事があと2人いて、みんなでちょっと今企業スポンサーさんをちょっとこう、どうですかというのをねちょっと今日、強調したいと思うので募集してるんで、ぜひ、ぜひこちらご覧になっていらっしゃる、企業の代表者様の皆様ですね、なのでいわゆるそのまあ、もちろんゴルフ好きの経営者っていうのは一つありますけど、会社として何かこうスポーツに社会貢献したいとか、それからまあそういったことで自社の広報にもやっぱりあの選手がこういうところにこうワッペン貼ってくれたりとか、まあそういうこともあるので、そういった広報の活動にもなりますので、まあそういった会社で何かこうスポーツに応援したい、でその時にこうゴルファーで、であのいわゆるプロゴルファーを応援するというのはたくさんあるんですけど、まあ、こういったジュニアとかこれからの世代の子たちをやっぱりこう育成という形で企業として、まあ、地元だったり、いろんなあの、まあ、つながりだったりというところであの応援しようという経営者がいらっしゃったら、ぜひあのこの、PAGC の活動に、まあ、賛同していただいて、で、スポンサーになっていただきたいなというそんな感じに今募集しておりますので、ぜひありがとうございます。お願いします。はい、やはりですね、そういったスポンサーっていうのは、あの直接、まあ、お知り合いでしたり、なかなかこう内輪のところで、あの住んでしまう契約事っていうのは多いと思うんですが、そうですね、このね、まだね、小学生とか中学生とかそういう時代からこう一緒に、まあ、ゴルフも共にして温めていって、でその結果、ね、会社のスポンサーになってっていう、またドラマティックな、ね、ストーリーがあのできるんじゃないかなって今すごくこう想像していたんですけど、はい、あのやっぱりこうスポンサーにでもやってみたいとかね、スポンサーなりたいなって考えてらっしゃる経営者さんの方も結構いるんですけど、じゃあそれってどこでどうやってスポンサーになるのっていうのも意外と分かんなかったりするんで す, です、ね、はい、なので、まあ、そういった方たち、まあ、私たちの、つながりでもいいですし、まあ、こういうのを見ていただいた方でご連絡をいただければ、そういったところの、まあ、契約のやり方じゃないですけど、まあ、こういうふうにして契約したらいいよとか、こんなふうに参加していただいたらいいですよ、まずここからお願いしますみたいな、そういった形で少しずつこうお話ができればなと思ってます。はい、やっぱね、子供というか小さい頃から、その子供たちの苦労のところから見て、我々が応援してる、そしてこう育ってってだんだん成長してきて、当然苦労もいいところも悪いところも見ながら、プロになった時の感動がもう、もうたまんないですね。僕はその今トッププロになってる女子の女の子、まあ最初に一番最初に面倒見た子ですけど、この子がプロテストを受かった時に、僕ちょっと海外の方にいたんですけど、プロテスト受かったよっていう一発目の電話が僕のところだったんですけど、僕海外でいきなり号泣しちゃったんですよ。はい、でお昼食べてたんですけど、いきなり何こいつ泣いてんだみたいな感じで。そうなんですよ。でも外国人ばっかり、まあ僕が当時外国に行ってるんで外国人なんですけど、何この外国人、日本語でベラベラ喋りながら泣いてるんだっていうね、時差の関係もあるのに昼間から泣いてんだみたいな感じでしたね。もう大泣きギャン泣きでしたよ。もう感動して、もう完全に父親だったんですけど、父親の思いでしたね。感覚はそうだよね。感覚はね。だからそういう思いがあった方がよりなんか新鮮だし、なんかこうもうプロになっちゃった人にこうスポンサーやるのは当たり前だし、そういうのはもう大企業さんがやればいいと思うんですよ。で、まあ、僕らはまあ中小連載企業の方々がそういう子どもたちに育成という形で、足長おじさんをやって、それでその子たちの成長を見ながら一緒に切磋琢磨して、この子たちを世の中に輩出しましょうという形が一番ベストなのかなと思ってるので、はい、素晴らしい。そうですね、やっぱり皆さんこちらご覧になっていただいている視聴者の方々が、例えばもしその最初の一歩としては、こちらの会員に500円でなれるんでしたっけ、はいはいはい、税込みだと550円、そうですね、550円ね。月ね、消費税が入りますからね、月会費がそれぐらい、月会費550円で、まず一般のサポート会員っていうのに、なっていただきます。でその後にゴルフのまあイベントですよね。そうですね、はい、にも参加することができるわけですね。はい、そこでいろんなジュニアたちと触れ合っていただいて、一緒にプレーして教えてもらったりなんか、はい、
できるということですね。そういうことでございます。でそんな中で、あ、スポンサーやろうかなとか、ね、そういう方もいらっしゃるっていうことですね。はい、まあ、要はそのそ、ね、ジュニアの子たちと一日一緒にこうプレーをするわけなので、うんうん、ね、あの今どこの学校行ってんのとか、うんうん、どんな風に試合出てんのとか、うん、どんな練習してんのって、やっぱり丸一日その子たちと触れ合えるわけですね。うん、そうするとだん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 、あ、じゃあ今度見ようかなとか応援するよっていう風になっていって、そのつながりがまた出来上がるという感じです。でまたそこに参加していただいたところには、まあ、経営者さんいっぱいいるので、経営者さん同士もこう仲良くなっていただいて、そうですよね、はい、でそこでこう一つのこうコミュニティというか、あ、まあ、そういったものも作っていく、コミュニティにもなっている、はい、皆さんこういったことってご自身の会社だけでやったりする企業さんもあって多いと思うんですけど、うんうん、こちらの協会で皆さんにシェアをして一緒に応援しようっていう、業種の方もいらっしゃるので、はい、素晴らしいですね。はい、もう日本全国の皆さんにお伝えして盛り上がっていきたいですね。はい、うん、そうですね。今もう本当関東明星会という PAGC 母体の関東明星会というジュニア育成のゴルフの大会と、はい、関西という形と、あとまあ今後九州とか、そういったもうエリアでどん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 広げていって、そうなんですね、はい、全国区での、子どもたちの支援、まあ、試合に対する支援金とか、うん、そういうのも やっておりますので、はい、まあ、ぜひぜひジュニアたちもそうですし、一般企業さんもそうですし、募集しておりますので、ぜひご連絡いただければと思います。はい、ジュニアの親御さんたちとかももし見てらっしゃったら、はい、ご連絡をいただければ、はい、こういう試合に出てるんだとか、うん、今ここでプロを目指してこういう大会に出るんだということをまた教えていただいたら、じゃあこのジュニアの子をまた、はい、新しく支援しようと。そういったこともできるんですね。はい、じゃあそういった、はい、ホームページにね、選手登録のところがあるので、見ていただくと、はい、そこにこう連絡をいただけるようになって、私たちのちょうど、まあ、若干調べさせていただいて、いろんなものを見させていただいて、はい、でご連絡をして、はい、じゃあこのジュニアを支援しようというふうにして、うん、っていうのもありますので、選手の関係の方もぜひ、はい、見ていただけたらと思います。卵の頃から応援して、そうそうです、感動もひとしおですね、うん、はい、もう泣きますよ皆さん、もう泣いちゃってくださいねもうね、いや、もう、うん、ワクワクですよ。あとでここで育った選手のちょっとこう今後の活躍の舞台についてもちょっと触れていただけるんですよ。そうですね、はい、ちょっと触れさせていただきます。はい、はい、じゃあそれも楽しみにしつつ、はい、今日はですね、うん、せっかくゲストもいらしていただいているということで、うん、はい、そろそろゲストにもご参加いただいてもよろしいでしょうか。まさにこう育て中のジュニア、あ、うん、そうなんですね、うん、はい、素晴らしい、ひよこちゃんぐらいですよね。ひよこちゃん、ひよこちゃんですね。はい、私も、ま、週に一度ぐらいはゴルフさせて、なかなかうまくならないんで、うん、今日はちょっと質問もさせていただけるということで、楽しみにしてるんですけれども、はい、ぜひぜひ、はい、うん、じゃあぜひですね、今ちょっとこの時間で、はい、お入りいただきたいなと思うんですけど、多分緊張してると思いますけどね、あのひよこちゃんたちは緊張したいと思います。ピーピーピーって言ってると思います。ドキドキってなってるからからかいすぎないようにお願いいたしますね。はい、承知しました。はい、ではですね、早速インスタグラムの方を出していただきながら、うん、選手のご紹介をさせていただいて、 その間にですね、入っていただきたいと思います。はい、はい、鈴木花風選手です。インスタグラム映ってますでしょうか。鈴木花風選手は東京都世田谷区出身。自己紹介、私の名前は沖縄の方言花風です。意味は幸運、花宝、良いこと、ラッキー、みんなに幸運を運びます。姉と共にゴルフに専念できるように小学校4年生から千葉県に引っ越しました。そんなコメントをいただいております。生年月日は2010年1月18日、13歳、身長155センチ、在籍校は七つ木台中学校。ゴルフを始めた年齢はクラブを握ったのは5歳ですが、本格的に始めたのは小学校4年生です。ドライバー平均飛距離210ヤード、ベストスコア71、タイエーカントリークラブ。目標とする選手、西村優奈プロ。使用中の用具はピン、ボールはタイトリスト。所属団体は関東ゴルフ連盟、チーム KGA。そして主な戦歴、2022年は、丸山茂樹ジュニアファンデーション中学生女子の部5位、第15回全国小学生ゴルフ春季大会17位、関東ジュニアゴルフ選手権ブロック予選3位、関東ジュニア選手権女子決勝競技12位、日本ジュニアゴルフ選手権競技
46位。そして2023年は目の前の大会を一つ一つ大切に取り組んでいきたいです。目標の一つは関東ジュニアで3位以内、日本ジュニアで上位を目指し頑張りますと。とっても可愛いプロがやってまいりました。素晴らしい。ラフーさんです。こんにちは。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、はい、もう今日はですね、あのこんなあのかわいいですね、あのプロにあの全身ですね素敵なウェアを着てあのお越しいただいてるんですけれども、今日いろんな質問が届いておりましてですね、あの早速行きたいなと思うんですけれども、大丈夫でしょうか。はい、はい、ありがとうございます。ではですね、早速なんですけれども、まだ13歳ということで、あのゴルフをいつどんなきっかけで始められたのか伺ってみたいなと思うんですけれども、私は幼稚園生の時にゴルフクラブを握ったんですけど、その理由はあのお姉ちゃんがいて、そのお姉ちゃんがゴルフを始めてたので、私もやろうっていうことになって遊びで始めました。遊びで、わあ素晴らしい。お姉ちゃんがじゃあゴルフをされていて、まあ、遊びでというのは、まあ、最初は見よう見まねでやってたというような、はい、あ、いいですね。でプロになりたいって思ったのはいつ頃だったんですか。小学4年生の時にスクールに入った時にプロゴルファーになりたいなって思いました。そうなんですね。それはどうしてそういうふうに強く思われたんですか。大会に出始めたのも小学4年生頃だったので、うん、その時にゴルフの楽しさを知って、うん、どんどんやりたいなっていう気持ちが強くなって、そう思いました。そうなんですね、うん、もうなんかすごくひたむきでフレッシュなエネルギーが伝わってまいります ね。お二人から見てどうですか。あのもうフッカフ選手はね、お姉ちゃんと一緒に活躍されてる感じだ。タグはね、もともとね人見知りなんですよ実は。そうなんですか。でもね今日ねすごい一生懸命ね喋、うん、ってるのがねもう泣きそう。いるでしたよね。お父さん。でもね今ねすっごい我慢してる。いやでもすごくこうね、うん、あのちゃんと喋ってあのすごいこう今 ね、 あのね言っていただいたようにすごくこう強い気持ちがあるよね。やっぱり ね、こうなりたいっていうのをすごく感じる。負けず嫌いだよね、うん、すごいな。あのそう一緒にこうねあのラウンドもさせてもらったことあるんですけど、本当負けず嫌いな、もうこうよしあそこに打つぞとかね、これちょっとミスとかこうってすごくね感じます。そうなんですね。とっても強い気持ちがあるなって思ってます。ご自身でもどうですか。はい、やっぱりお姉ちゃんと同じ、うんうん、カテゴリーで出た時は絶対に負けたくないなって思います。いいね、いいね、いいですね。聞いてますかお姉さん。お姉さん聞いてるかなもう。でもお互いになんか切磋琢磨するっていうのはなんかこうついていこうっていうより負けたくないって今パッと言葉が出てくるっていうのは勝負強さを感じますね。素晴らしい。ちなみにそのゴルフの魅力っていうのはご自身にとって何だと思いますか。ゴルフは他の競技よりもプレー時間が長いので、うん、最後まで何が起こるかわからないっていうところだと思います。大人の意見ですね。本当ですね。確かにそうですよね。今すごくドキドキされてるんですね。もう今正直ドキドキしてんだけど、カウカちゃん喋れるのかなって。いや、素晴らしい。冷静ですよね。確かに最後まで何があるかわからないっていうところで、もう一気にやってしまえばというよりはそうですよね。まあ、気持ちもだけどさ、うん、そのゴルフプレーしてて自分はここがすごくこう得意だとか、こういうところが自分強みだなって、うん、どんなところがある。他の選手よりも距離が飛ばないので、うん、アプローチパターでカバーできたりするところ、うん、おなるほどなるほど。そこは練習してるいつも。はい、そうです。いやね、あのねめちゃくちゃうまいですよカズは。もう僕もいっぱいこうプロもね、あのアマチュアの子も見てますけど、カフーのアプローチとパターは、うん、ピカイチですね。特にアプローチはむちゃくちゃうまいです。まあ、距離が出ないからね、そのちゃんとパーオンと言われる、ちゃんとグリーンに届かないんですよ。でも必ずアプローチがいいから、もうちゃんとパーをもぎ取ってこれるんですよね。うん、そこはすごいなっていつもね思いますね。まあ、本人にも言ってますけどね。うん、まあでもね、またこれから大きくなってて体作っていってね、あの体強くすればいろんなね、今もちろん飛距離もですけど、今やってるものもどんどん磨いていったらと
強くなるなって思います。そうですよね。私も今伺っててやっぱりその女性と男性で回った時に女性でやっぱりこう飛距離が出ないけれども逆にパットの数が少なくて早くね、まあ、上がれたりとかっていうのもあるので今伺ってあそれでいいんだっていうちょっと、はい気持ちになりました。もう笑顔がもう可愛い。でもさ、13歳じゃん。ね、こう普通はよく言われるのが遊びたいとかさ、そうですよね、こうね、だって練習の時間すごい取られてるでしょ。うん、今普段どのぐらい練習してるの？学校に帰ってきてすぐ練習してるの？大体どんな感じなの？部活をやっていて、うん、その部活帰ってくる時間が遅いので練習、うん、する時間は中学生になってから少なくなっちゃったんですけど、うん、夜練習しに行ってます。何時頃までやってんの？練習練習は9時半とかぐらいまで。え、部活って何やってんの？ソフトボールです。いいっすね、いいですね。ソフトボールはほらよくゴルフにも通じるし、ね、うん、すごく強くなるので、うん、どっか守ってるところで決まってるの？レフトをやっていて、うん、少しだけピッチャーの練習もやってる。いいですね。そうだ、キャッチボールとかこうやってるんだ。はい、そうなんだ。キャッチボールは誰でもやりますけどね。そうですか、うん、すいませんね。ではですね、次の質問に移りたいなと思うんですけれども、はい、もう次の質問だって今取り組んでる課題というのはあるんですか？今はやっぱり飛距離が飛ばないので、うん、たくさんご飯を食べて体を大きくすることです。なんかこうダイエットとかねそういうのでこう体をどん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 こう少、ね、体重少なくしたいっていう方とかがいる一方でもうどんどんこう消費してしまうから逆に食べてっていう、うん、もう素敵です ね、 ねやっぱり運動やってるとね本当にどん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 消費しちゃうからね。そうですよ ね、 ね前回ねネクストのねこの PAGC にいるネクストの木村まどかさんって茨城出身の、うん、彼女は身長171あるんですけど、うん、米を食べるって言ってましたね。飛距離を出す飛距離を出す、うん、出す秘訣は米。米ですね。米を食べる、うんうん、って言ってましたね。でも13歳で210ヤードですよ。きっとこれ平均だからもっと、うん、本当ですよ。多分横にいるボケると思うんですよね実は。いやだってね、そうですよ。もちろんもちろんもっともっとってのはあるけどさ、うん、13歳で210ヤードですよこの子が、うん、そうですか。すごいです。かっこいいです。だし、うん、やっぱりこう年々最初会った時はさこう5年生ぐらいだったとかね、うんうん、そうですね、そんな感じだったわけですよ。そうなんですね。で今もう中学生じゃない、うん、見るたんびに大きくなってる、うんうん、すごく大きくなってる、うん、すごい成長がやっぱ早いですね。体のこう筋肉っていうかね、そうですよね、うん、しっかりして身長もそうですけど、本当に最初はもう本当もうこんなちっちゃい、まあ、少女だったのがもうだんだんもうこの過程を見るっていうのもまたそうですね、大人たちにとっては応援するっていう気持ちがねワクワクとしてきますよね。では飛距離を、まあ、取り組んでるということなんですけれども、それを踏まえて目指していらっしゃるところっていうのはどんなところ、どんな、まあ大会でもいいですし、関東ジュニアで、3位以内に入って、シードを 取りたいです。お、うん、素晴らしい。はっきりしてらっしゃいます ね目標も、うん、関東ジュニア今まで出たことは初めてなの、うん、今まで何回出た？中学1年生の時に出ました。あ、なんだね。そうなんですね。また今年もねこれからあるんでね、はい、うん、今ね各ゴルフ場にねこの冊子みたいのがあるとこにね、そうゴルフ場行くとちゃん乗ってるよね。確かにね、関東ゴルフ連盟の、うん、なんだっけ、自分知らないの、強化選手っていうかさ、あ KGA チームのね、うん、そう、うん、皆さんゴルフ場のこういうのに、はい、KGA って書いてあるとこにペロペロめくると、はい、カフの写真が書いてある。そう、無料の冊子が置いてあるんですよ。でそれ見るとね今出てますよ。すごいですね、うん、私もちょっとチェックさせて、そういう中に選ばれて関東ゴルフ連盟ですね、うん、はい、乗ってますね。素晴らしい。そうか、今度それいつあるんだっけ？5月ですね、あります。じゃあもうすぐじゃん。はい、ね、なんかこう、うん、秘策じゃないけどここをちょっとやってみようみたいな、それに向けてなんかあるこう作戦みたいなのあるの？やっぱり風とかが、うん、その春とは多いので、そのこう、うん、具体的に考えられるようにしたいです。あ、素
もうさあ、いう風ですよ。ね、まっすぐ飛ばすとかそういうんじゃないんですよ、はい、素人じゃないですか。もうそうですね、もうコメントが冷静 で、 どうですか、大人が焦ってます、ね、大人さんにちょっと焦っておりますね、どよめいておりますかっこいいですね。そうですもんね、100切れないとかそういう話じゃないですから、お恥ずかしいですね。ね、110とか120とかする場所なんですね。そういう世界とは違うんで。本当に風がまああっても、具体的にそういった冷静にこうどうしようかなっていう作戦をその場その場で寝れたらいいなと思っていらっしゃると。はい。素晴らしい。でもしそうですね、まあ、プレーの中で先にですね、プレーの中で得意な、先ほどちょっとアプローチパターンとおっしゃったんですけれども、うん、もうちょっと具体的に聞いてもよろしいですか。傾斜があるところでしっかりボールに当てられるところです。傾斜があるところでボールに当てられる、アプローチとか、はい、そのラフとかに入っちゃった時とか、うん、なるほど、確かに難しいよね。大丈夫ですか、分かってますか。分かってますか。私も今伺ってて、うん、私だって三島一緒に回らせていただきたいなって今すごく思ってました、うん、さっきからイメージしてました。なんかさ、その傾斜から打つさコツとかあるの、うん、聞きたいですね、教えてあげて。傾斜があるところはやっぱり長く持っちゃうと当てづらいので、うん、短く持ったりしたり、うん、あとスタンスをちょっと広めにしたりとか、うん、狭めにしたりとか、うん、その傾斜によって考えたりするところが、素晴らしい、ありがとうございます。やってますか、センブリッジは。いやもう、センブリッジはもう全部フルグリップでもう何ブリしてんじゃないか。いやそんなもうそんなもう考えてますよ。その割にはカブよりも飛ばないって。よくつま先下がりとかつま先上がりとかっていうじゃないですか。あれがよくわかんないって方もいらっしゃると思うんですけど、つま先が上がってる時はつま先上がって左に行っちゃうんですか、はい、右に行っちゃうんですか。左に行きやすい、行きやすい。そう右にちょっと向いた方がいい、うん、はい、そうです。こう普通にこうかぶなんだけど、こうかぶっちゃうんだね、うん、こういう風になるとね、だから左に行きやすい。なるほど、うん、そう左に行っちゃう。そう、なんかそういうなんか一つ一つのアドバイスとか、うん、なんて言うでしょう、もうその姿を見て皆さんがこう一緒に回る方々も学んで、もしかしたらまたゴルフも上手くなっていくんじゃないかって今すごくイメージが湧きました。そうですよね。ジュニアのね、うんうん、一緒に回ってスイングを見てると、はい、プロってもう完璧になんか出来上がっちゃってるじゃないですか、はい、そうアマチュアの方がそれを見ても真似できないんですよね、うん、正直な話、うんうん、よく腰を切れとか、よくプロのレッスンの人とかが練習場に行って言われるんですけど、うんうん、まあ、僕らみたいなもう50過ぎてる人間に腰きれいとかこうやれあやれって言ったって無理なんですよ、うん、だけどジュニアの子たちのそういうなんか、まあ、しなやかさは僕らにも無理ですけど、うん、まあ見てるとなんとなくイメージが湧いてくるんですよね、うん、まだ要は教科書の処方的なところなので、うんうん、僕ら年取ると小学生に戻るじゃん、子供に戻るという意味なので、うん、だからそういったところを見て学ぶと逆にああそういうふうにやれば簡単にいけるんだっていうところ、うん、プロはもう上級編になりすぎちゃってるんで、アマチュアは分かりづらいんですよ。よく女子プロの見れば分かりづらいなんてよく言う人いますけど、はい、大間違いですね。あ、言っちゃっていいのかな。まあでも本当にジュニアの子たち見てると本当に、まあ、いい意味でシンプルだし、いい意味でプレーが純粋なのですごくこう分かりやすいですよ。そうなんです。そうだからなんか勉強になるの。ゴルフのスコアアップしたかったり、うん、ゴルフ上達したいなって思っている方は、うん、やっぱり PAGC に入って、うん、一緒に回らせていただくといいですよね。いや本当私もね今聞いてて、うん、一緒にちょっと回っていただきたいなってジーンって今思ってます、うん、ジーンって、うん、はい。じゃあちょっと他の質問もちょっと届いてるのでお願いしたいなと思うんですけれども、今ウェアとかこうおしゃれでこだわってたりするところってありますか。私は、はい、お母さんによくウェアを選んでもらうことが多くて、ピンのこの今着てる服があるんですけど、はい、そのピンの服が可愛いなって思います。さすがですね。本当に白がね似合っていらっしゃって、今日もね現れた時にもうね白とねネイビーで颯爽として、お母さんもやっぱり考えてね選んでくださってるんですね。
お母さんもさっきお会いしたんですけど、とっても、ね、美人で、あの素敵な方、一緒に出てくださいってお願いしたら、ね、でもこの後登場するんですかね、お母さんね。NG が怒られてますね。今本気で怒ってないないとか言ってますよ、本気で怒ってますかね、僕が。またもうちょっとね、機会があって、また家族でなんていう機会も、うん、いただけたらなって思うんですけれども、はい、こんなファッションのこともね、一緒に、まあ、考えてくださってるお母様ですが、そんな、ご家族だと思うんですが、お休みの日は何をなさっていらっしゃるんですか？部活とゴルフがあるので、休日っていうのはあまり、どっちかもうほとんど、でも楽しくてやっぱりやってらっしゃる、はい、もうなんかそういうのが伝わってきます。いいですね、うん、例えばあと大人もちょっと気になる質問だと思うんですけれども、ミスした時にどうやって気持ちを切り替えてますか、うん、っていう質問なんですけど、お菓子を食べたり、うん、あとヤーデージブックでも次のホール見たりして切り替えてます、うんうんうん、はい、早いですね、もうすぐにもう切り替えて、はい、次のホールの、まあ、方に気持ちを向けるっていうことですね、はい、私もちょっとやってみます。もうお菓子も毎回食べちゃってお菓子食べに行ってんだからどうですか、なんだけどね、ほどほどでお願いします。わかりました。そうですね、あとはですね、一番記憶に残ってる試合は何ですかっていうことなんですか？中学1年生の時に日本ジュニアっていう大きな大会に出させてもらって、2日目でカットになっちゃったんですけど、うん、出れたことがとても嬉しかった、うん、素晴らしい。お二人 もう印象に一緒に残っていらっしゃる感じですかね、うん、もうこれね、でもまだまだこれからもっともっと、うん、そうですね、もっともっという大会出られるから、うん、確かに、ね、確かに、うん、ちなみにあとですね、健康や体作りで気をつけてることっていうのは何かありますか？あまりないんですけど、うんうん、お母さんがよくご飯をで、うん、ご飯を作ってくれるんですけど、うん、お米の量を測って出してくれることが多くて、うんうん、ね、そういうところからね、素晴らしいですね。僕も測ってから食べよう、うん、じゃないとね、うん、なんかね、ちょっと笑ってます。食べてないでしょ、ビジネに出てきそうな、今すごい笑ってらっしゃいます。身にしみました、ね。はい、お米は測りましょうということですね、はい、お米は測りましょう、名言ですよ。面白すぎます。はい、で試合中に考えていることっていうのはこうどういうこと考えてらっしゃるのか、ね、ちょっと中にプロの意見を聞いてみたいなということなんです。打つときはもう何も考えてないんですけど、うん、打つ前の準備するときに風とか、うんうん、あと行っちゃダメな方向を、うんうん、に行かないようにっていうのを考えて、わかりました、ありがとうございます。私がいや僕もね、次のまた行くんで、ちょっと、はい、そうか、メモつかないと。本当ですね、はい、すごく冷静なカフー選手だなっていうのを、ねね、感じさせていただきました、うん、インスタグラムの写真や動画だけではわからない素顔もそうですけど、うんうん、このなんか冷静なこう判断力、やっぱり常にそういった思考を、ね、切り替えることができるところっていうのがきっとこれからもっともっとね、飛距離もそうですけれどもスコアアップされていくんじゃないかなって思いました、うんうん、楽しみです。素晴らしいカフー選手、ありがとうございます。いやですね、そろそろお姉様の方に移りたいなと思うんですけれども、ね、はいはい、では、お姉さんの、鈴木ひめる選手のインスタグラムの方に入ってまいりたいと思います、はい、鈴木ひめる選手、沖縄生まれ、東京都世田谷区出身、ゴルフに専念できるように中学から千葉県に引っ越しました。生年月日は2006年5月17日、16歳です。身長は164センチ、在籍校は麗澤高等学校、ゴルフを始めた年齢は5歳です。ドライバー平均飛距離235ヤード、ベストスコア66、千葉いすみゴルフクラブ、鎌ヶ谷カントリークラブ。目標とする選手はプロの選手すべての方が私の目標です。使用中の用具はピン、ボール、タイトリスト、靴、手袋はフットジョイです。所属団体千葉県国体強化選手、チーム千葉、関東ゴルフ連盟、チーム KGA。 主な戦歴は2021年千葉カップジュニア
優勝、関東ジュニアゴルフ選手権ブロック予選優勝、丸山茂樹ジュニアファンデーション高校中学校女子の部総合優勝、2022年は千葉カップジュニア優勝2連覇です。関東女子ゴルフ選手権第3ブロック予選優勝、団体千葉県代表、2023年現在は世界ジュニア関東ブロック1位通過となっております。鈴木ひめり選手です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。キラ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 。今妹さんのカブー選手のインタビューをさせていただいてたんですけれども、とっても堂々とされていて、またお姉さんのね、こう後追いかけるじゃなくて競ってるっていうことをね、どうでした聞いていただいたんですけど、妹のコメントってすごく上手で、まさかね、はい、自分がなんかどんどん緊張してきちゃって大丈夫ですよ、はい素晴らしい。でもあのそういったね、切磋琢磨されてるからこその、まあ、エネルギーっていうのもまた生まれてくるのかなと思うんですが、うん、あのせっかくですね、やっぱりひめり選手にも質問させていただきたいと思います。質問届いておりますので、ゴルフはいつからどんなきっかけで始められたんでしょうか。ゴルフは初めて練習場に連れてってもらったのが3歳の時で、最初は本当に遊び感覚だったんですけど、5歳の時にあの練習場であの大人の人に混じりながら習い始めたのがきっかけで始めました。素晴らしいですね、はい、本当に早いなと。ちなみにプロに本気でなりたいっていうのはどうして思われたんですか。本気でプロになりたいって思ったのは小学4年生とかちょっと大きくなってからなんですけど、もう5歳の時始めた時にはあの七夕の短冊幼稚園で書いた時に、あの私賞金女王っていうのを知らなくて、まだ賞金王になりたいって書いたんですよ。海賊王みたいな。はい、女王じゃなくて王だったって、ね、はい、大ツアーですね、それね。賞金王で、ね、素晴らしい、はい、私もすごくそういった早い、ね、あの頃からですね、うん、思いがあったと思うんですけれども、うん、そんなあの中でゴルフの魅力っていうのはどういうところにあると思われてますか。ゴルフの魅力はやっぱ若い人とも、うん、あの年が、うん、はい、いった人でもやっぱ楽しく回れるところです、うん、はい、おっしゃる通りですね。もう本当にあの楽しく皆さんとあの大人の方と今普段回ってくださってると思うんですけれども、はい、うん、その中で今取り組んでいらっしゃる課題っていうのはもうたくさん優勝優勝優勝って出ると次また優勝したいって思いも出てくると思うんですが、はい、どんな課題に取り組んでいらっしゃるんですか。課題はもうパターです。はい。そうなんだ。キリと、はい、ちゃったね。はい、パターです。どんなところをどうこう直そうかなとか、どんなところが今大変とか課題はあるの。課題はパターはやっぱまずライン読むのとかすごい難しいですし、あのタッチ合わせるのもやっぱ自分の中の感覚とグリーンの速さが毎回毎回違うので、それに合わせるっていうのがすごい課題ですね。なるほど、はい。キートでもそういうふうにもうご自身の中でね、直すっていうところを決めるっていうのもすごいなと思うんですけど、うん、ズバッとあの初めて言っていただいたのかなと思います。ちなみにですね、プレーの中で逆に今得意だなって感じていらっしゃるものっていうのは何ですか。得意なのはドライバーです。はい、飛距離もすごいですもんね、うん、何かそのためにしてらっしゃることっていうのはあるんですか。はい、ドライバーはあの曲がらないのが自分の魅力で、うん、はい、あまりもうコースに行ったら、うん、もう自信を持って、うん、はい、できるように日々練習してます。素晴らしいですね。なかなかそんな、ね、はっきりと言える方いないと思うんですけどそのいろんな方向性とかをその 見極めるというか、まっすぐここに行こうっていうのはもう感覚的にすぐもう分かるんですか。あ、やっぱコースの形状とかを確認して
ここ自分の持ち玉がドローなので、はい、どういう球でどういうラインに打ち出すのかを確認してやってます。もう冷静ですね。素晴らしい。本当ですよ。もういろんなこと聞きたくなってしまうんですけれども、ちなみに今プライベートでハマってることとかっていうのもあるんですか？プライベートでハマってることは、ドラマを見たり、はい、何のドラマなの？気になりますよね。どんなの？最近見たのは、だから僕は、アンチと結婚したっていう韓流のドラマを見たんですけど、はい、すごい。なるほど、俺も見よう。面白かったです。ファンの方がみんな今チェックしてる。今私ちょっとプライベートのことがあったんですけど、お休みの日っていうのは逆に設けていらっしゃらないですか？やっぱり。お休みの日は、さっき妹も言ってたように、やっぱ休日はゴルフがメインなので。あまり遊んだりはできないですね。はい。今直近で目指してる大会、はい、直近で目指してる大会は日本ジュニアで、はい、上位優勝することです、はい。もう優勝っていう言葉がこんなになる。優勝もう集めていっていただきたいと思いますが、ちなみにちょっと伺いたいんですけど、ミスした時はどうやって気持ち切り替えてらっしゃるんですか？さっきも、妹が言ってたんですけど、私もお菓子、はい、グミとかチョコとか食べたりすることです。食べてますね、いつもね。はい、もう調子が悪いとどんどんなくなっちゃって。食べるとでも切り替えられるってことなんですね。はい。日本ジュニアに向けての準備で今一番やってることは、日本ジュニアに向けての準備は、やっぱ、どんなところ？やっぱりパターが、はい、自分の中で課題なので、そこを少しでも上手くなれるように努力して準備してます。素晴らしい。今一番記憶に残っていらっしゃる試合っていうのは、どんな試合？記憶に残ってる試合は、なんだろう、私は、小学2年生の頃に初めて優勝したんですけど、その時の大会は、お父さんがキャディーをしてくれて、まだ小さかったので、はい、してくれてて、一緒に、はい、初めて優勝した時は一緒に喜んだので、はい、覚えてます。まだ。素晴らしいですね、はい、なんかもう伝わってくるものがね。やっぱり優勝ってさ、何回、何回しても嬉しいよね。嬉しいですね、はい、もっともっとね、これから。素晴らしい。もうなんか聞きたいことがたくさんあるんですが、ちなみに体作りとか飛距離に出すためにやっぱりやってらっしゃることとかってあるんですか？体作りは私一回腰を怪我してしまって、それからトレーニングを本格的に始めて、ストレッチとかやっぱやってます、最近は。ね、大事だもんね。そうですよね、ストレッチなんですね、はい。なるほど。もう本当に勉強になることばかりで、一緒にこちらの PAGC に申し込むと、またイベントで回らせていただくことが、できるということで、私もぜひ一緒に回っていただきたいなと今思って聞いてました。ドキドキしています。いや、もう本当にこのようにですね、素晴らしい今の体作りとかも含めてね、伺わせていただいてるんですけれども、ひめり選手もこれからどんどん PAGC で活躍されていくと思うんですけれども、この後にですね、PAGC の選手の方をちょっとCM のような形でご紹介させていただきたいと思います。本当にひめり選手、本日はありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、ではぜひですね、 V の方お願いしたいんですけれども、この、JLPGA 主催のバンテリーレディースの方ですね、今週ですね、サイトの方出していただきたいと思うんですが、
ちら、ケイタさんの方ですかね。はい、よろしければお願いいたします。はい、今週あの末にバンテリンレディースね、はい、あの試合があります。レギュラーツアーです、うんうん、で、こちらあのに、私たちさっきね黒崎が言ってた、はい、育ててきた、女子の、プロが、はい、ともう一人出るのでちょっとそれをご紹介します。はいはい、ちなみに吉田凛選手、うん、はい、吉田凛選手が、はい、こちらに今出てますね。あ、はい、あのバンテリンの組み合わせ今出てますけれども、はい、下の、スタートのところですね、アットマークがついている吉田凛選手、はい、こちらまだアマチュアなんですけども、はい、この、選手とそれからそのお姉さんが、はい、上に出てますね、17組かな、はい、吉田優里選手、もうもう吉田優里選手はゴルフしてる方はもう皆さん知ってると思いますけども、はい、ここ姉妹です、はい、先ほど言ってた僕が少女と言ったのはこの子です。そうです、はい、はい、そしてあれですね、末広町24区の方に、はい、おしゃれな居酒屋さんを家族が経営されてる、ね、そうです、はい、あの吉田家のパパが経営している24区、こちらですね、あの非常に美味しい魚介類、出してお店です。たまにですね、吉田優里プロがあのウェイトレスとして働いてることがありますので、ぜひぜひこちらの方行ってやってください。いつも満席ですけどね。まず、はい、まずはあの今週のあの週末この姉妹の活躍をぜひバンテリーの、はい、皆さん見ていただいて、ね、うん、応援してください。はい、はい、ありがとうございます、はい、では本日はですね、もう鈴木ひめる選手、鈴木花風選手姉妹にお越しいただきました、うん、ありがとうございました。ありがとうございます。素晴らしい。